カールアムマインは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、アシャフフェンブルク軍に属す、町村である。フランクフルトアムマインから東に、約30キロメートルに位置している。カールアムマインの土地利用図。ピンクが、市街地、白が、緑地、工作地、緑が森林であるカールアムマインは、海抜107メートルに位置している。これは、カール川川口沿いであり、 バイエルン州で最も高度の低い場所にあたる。ヘッセン州との宗教に位置し、アシャフフェンブルクとハーナウとの間の交通の便が良い場所である。カールアムマインは2つの地区からなる。第一区はカールアムマインのみである。廃村となったプリッシュスの一部がカールアムマインの上域にかかっていた。カールアムマインは、北東はローデンバッハ、東はアルゼナウ、南は カールシュタインアムマイン、南西はハインブルク、西はグロースクロッツェンブルク、北東はハーナウと境を接している。この町の名前は町内でマイン側に早速同盟のカール側に由来する。a m メインは近隣の集落カール及びカールイムグルンデと区別するために付けられた。様々な資料や文献に記録されたこの集落の表記は以下の通りである。 現在のカール町内で最初の入植は新石器時代であったことが考古学的に証明されている。この町に関する最も古い文献上の記録は1282年になされた。当時この町はコールだと表記されている。カールは中世にはヘルシュタインサイバンクに属していた。このサイバンクはさらにアルゼナウ自由サイバンクの一部であった。この自由は 帝国直轄であったが、帝国はこの地域を何度も七入れしたり、歌手したりした。このため領主はしばしば入れ替わり、その中には、ハーナウやランデンブルク家、エップシュタイン家も含まれる。ローマドイツオーマクシメリアン一世は、1500年に、この地を自由裁判権とともに、マインツ大主教とハーナウミュンツェンベルク博との共同同父として受風した。こうして、 共同統治の時代には自由裁判所にマインツ大司教による教会の裁判権が残ることとなった。このためこの町ではハーナウメンツェンベルク伯領とは異なり宗教改革が行われなかった。カールはローマイコールカトリックの信仰に止まった。1609年にカールはマインツ選定公領となった。1803年の帝国代表者会議主要決議によってカールは ヘッセンダルムシュタット法博領となったが、この体制は13年しか続かなかった。1816年にヘッセン大公国はこのアムトをバイエルン王国に割上した。これ以後カールはバイエルン領となった。カール・アムマインは1862年7月1日に新設された別クスアムトアルゼナウに属した。この別クスアムトは 1939年1月1日にアルゼナウィン・ウンター・フランケン軍となった。1972年にこの軍は廃止され、カールは新しく形成されたアシャフ・フェンブルク軍に属すこととなった。カールの人口増加率はマイナス0.1%から0.1%の間で推移している。カールアムマインの町役場カールアムマインの町議会は20議席で構成され、 これに蝶長が加わる。カールの主張は1999年、イコーゆる現在津が務めている。ズンガ銀の波みたいで、向かって右上から左下に、斜めに分割。上部は青地に走る銀のウサギ下部は赤地に、半分の銀の和紋章の歴史。カールの町は、マイン川の蛇行部に位置している。紋章の銀の波みたいはこれを表している。 川の名前は、町名の一部でもある。銀赤の配色と半分の輪は、マインズ選定校がこの町の領主であったことを、示唆している。銀のギは、カール住民のニックネームである、ザントハーゼンあるいは、ザントバウエルンに由来する。これはこの町が、砂地の土壌であったため、農業収入が、他の村よりも常に低かったことをおやゆしたものである。 1816年からこの町は、バイエルンに属しており、銀と青の配色がそれを表している。この紋章は1960年7月19日に認可された。友好都市、エンマーリヒスホーフェンジョーザントハーゼン記念碑、ホーゲルパルクカールは1971年に設立された。3ヘクタールの敷地内に、国内外の鳥類のための大型金舎や、 開放型飼育場があった。この鳥類園は鳥インフルエンザ H5 への1型のために2006年6月30日に行政指導を受け閉鎖された。地元サークルクラブによる休日の多彩なアクティビティが様々な分野で活動する機会を老若男女に与えている。例えば、教会のグループ活動、音楽、合唱クラブ、スポーツクラブ、あるいは カール消防団やカール赤十字といった救護活動などである。カールアムマインにはマイン出ッ,ッサルト鉄道の駅がある。ここからはカールグルント鉄道が分岐している。カールはアムバイエリッシャーウンターマイン交通共同体のバス第32番路線及び第50番路線で結ばれている。この他ラインマイン交通連盟のハーナウ行きの 第566番路線の終点がカールにある。さらにカールは連邦アウトバーン A45 号線及び A3 号線のアシャフフェンブルクとハーナウトの間の交通の便が良い場所にある。最寄りの空港はフランクフルト空港である。カールはカールシュッペシサルト自転車道の支店である。魔女の多くこの街の風景は総面積の約75%を占める森と水によって 特徴を付けられる。屋外水浴場バルト税水浴場を有する、春節湖カーラー税園プラッテやバイエルン最大のキャンプ場を有するキャンピング税があり、かつて、エンマイコールジュートの堀だったアンゲルタイヒエミやカーラー税を含むホア出徹サルト税園では、釣り、棒と、水泳、サーフィンができる。5本の UFO 道や1本のアスレチックコースがカールに、 典型的な植生や砂地の植物の中を通っている。数多くの野生の薬草、花うど、野良人参や、ゼニアオイが小さなキャンプ場のあるマイン川の下半に生えている。カールの西、グロースクロッツェンブルク地区の修道ストリート3309号線沿いにあった自然文化財のヘクセンアイヒエは1970年8月7日に落雷によって損傷した。 30年戦争の時代にはすでにあったことが分かっている。この多くは1971年6月8日に切り倒された。後継となるオークと記念石が17世紀前半の魔女狩りを後世に伝えている。この町では69人の女性と21人の男性が魔女狩りの犠牲となった。祝祭日にはカール・アム・マイン・シェル・クリッペン線を保存鉄道が運行している。 原子力発電所カール原子力発電所は、その名前から想像されるのとは異なり、カール町内ではなく、隣のグロースベルツハイム、現在のカールシュタインアムマイン町内にあった。この研究用原子力発電所は、1958年の、沸騰水型原子炉の稼働で開始した。16メガワット施設は25年間で121億、キロワット時を発電した。 この施設には3400万マルクのコストがかかった。最盛期には120人の従業員が主に原子炉で勤務した。施設の解体は1985年に始まった。1400トンの放射性廃棄物は1998年以降、ミッテル大比のバイエルン州の中間貯蔵施設で保管されている。燃料集合体はリサイクルのためにフランスに運ばれた。 2010年にすべての建物が解体された。古い柵だけが残されており、馬の放牧地にされている。地元企業、カール町内には約350社の企業がある。機械製造業及び電子産業のハインリヒコップ、リンデマテリアルハンドリング GMBH、ジングルステクノロジーがこの町に本社を置く産、大企業である。 全企業からの営業税収入は330万ユーロから910万ユーロである。企業の代表者たちは、自治体を超えた企業サークルであるカールを呼び、周辺地域企業共同体を形成している。このサークルは1976年から2011年まで、毎年メッセ広場で、ウンターマイン地方メッセとて、カールの春のマーケットを開催している。カールには、基礎家庭学校、 カルダーイコールフォルクスシューレがある。最寄りの本家庭学校は隣接するグロースベルツハイムにあり、実家学校及びギムナジウムはアルテナウにある。このほかカールには、私立の福音主義、パウルゲルハルトシューレがある。ありがとうございます。